よし、取りに行こう。サラサちゃんが行くのは危険。なわけねえな。私そんなに戦えなさそうに見えますか？確かにピクニック気分だとうっかり死んじゃうよね。綺麗。こんな場所もあったのね。見てください、これとっても可愛い。これはナルスダッチ。この苔はブルーパウダー。いや、さすがは大樹海、素材の宝庫ですね。それじゃ始めましょう。あと森には魔物がちょくちょく。こうして錬金術師になって、縁あってこの村にやってきたからには、自分のお店を通じてこの村のみんなが豊かになってほしいんです。その方法を一緒に考えてもらえないですか？